どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の予想が終了したので報告したいと思います。今さっきロト6の予想終了してんけど、時間かかったな。だいたい1時間ぐらい時間かけてその予想した。まあ過去の10回分のその数字の出方とかチェックしてたから、だから1時間ぐらいかかってんけど、やっぱり難しい。一応今回は2口予想してんけど、そんなに自信は持てないな。まあまた明日、一つずつ数字確認するけど、今までとちょっと予想の仕方が、違うかな。今までやったら、その前回の当選数字をその目印にして予想を組み立ててたんやけど、今回からその全くかけ離れた数字も何個か入れてるから、それでしばらくやっていこうかなって考えてます。現に過去の10回見てた限りだと、かけ離れた数字が2個か3個か出てるから、だから前回の当選数字だけだとなかなか通用しなくなってきてる、ロト6。今の傾向は。昔やったら、その前回の当選数字だけで、まあ何回かに1回は当選できてんけど、今は傾向がガラッと変わってきてるから、ちょっと僕も予想の仕方変えた方がいいかなと思って変えました。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。